八村悪いところ全部見てしまったか。今日渡辺と八村どっちの方が良かったかで言うと、正直どっちもどっちやったな。で、特に八村ひどかった。特に八村ひどかったね。レイカーズ自体が多分そうだったけど、今日はあんまやる気なかったよな。なんでそこでそんなディフェンスミスするみたいな。映像見てないんですけど、渡辺もいまいちでしたか。いや、渡辺はいまいちっていうよりも、そのディフェンスでなんとなく俺もやっと分かってきた。渡辺これがうまくてこれが課題でっていうのがなんとなく、分かってきましたね。で、じゃあどこが課題なのかっていうところが、今日の試合で結構出てて、ちょっと最初その話からじゃあしようかな。オンボールディフェンス、オンボールディフェンス。俺もちょっとそう思いましたね。結論から言うと、多分渡辺の課題は対人ディフェンスですね。去年対人ディフェンスめちゃくちゃうめえ言われてて、むしろ対人ディフェンダーとして評価されてたと思うんだけど、ただなんだかんだ渡辺が出てる時ってみんな渡辺狙おうとしてねみたいな。でもよく見ればちゃんと止めれてるような気もするし、あれこれどうなんだろうみたいなね。実際どうなんみたいな感じだったんだけど、ただ基本俺渡辺の試合もうフルで全部ほとんど見てるんだけど、対人ディフェンスで止めれてる印象があんまないんですよね。ちょっとこっから5連発ぐらいいきます。一気にちょっと渡辺の5連発対人ディフェンス、見ていきたいと思います。まず1つ目が、八村 VS 渡辺ですね。左のウィングからのアイソレーションに対して八村が1対1仕掛けて、最後で続いてレブロン・ジェームズとの1対1で、3つ目もレブロン・ジェームズとの1対1、4つ目もレブロン・ジェームズとの、これはピック・アンド・ロールだけど、ピック使われてレイアップ。で、最後はキャム・レディッシュと渡辺の1対1っていう感じですね。で、ちょっと細かく見ていくと、まず1つ目ね。まず1つ目、ぶっちゃけ止めれてるっちゃ止めれてるんだけど、だから0点ではもちろんないです。渡辺、対人ディフェンスが課題って言うけど、その渡辺ディフェンスはうまいよ。ディフェンスはうまいんだけど、50点のディフェンスを100点にするにはあと50点分必要だよねっていう話をこれからしていくからね。渡辺が最初から0点だから50点にしましょうじゃなくて、もう50点のレベルはあって、ただ俺らももう渡辺のディフェンスに対する期待値もめちゃめちゃ上がってると思うから、それを100点にするには何が足りないんだろうっていう話でいくと、このディフェンスも別に0点ではないですね。抜かれてないから。当然抜かれてないから0点ではないんだけど、ただ100点のディフェンダーになるためには、ここでバランスを崩しちゃいけない。八村、シュートは外れたけど、10回も打てば多分8回ぐらいはちゃんと決めれるんじゃないかな。8回は言い過ぎ、7回、6回は決めれるとして、ってなると、もうちょい頑張ってほしいかなっていう。これに関してはフィジカルな、部分だと思うんだけど、ただ、実際のこの八村 VS 渡辺よりも、俺が気になったのが、この AD の仕草なんよ。AD がパスして、最初八村ちょっと迷うんだよね。ちょっとわかるかな？ AD 見てるのわかる？ボールもらって。これ俺どうすればいいの？みたいな。で、それを見た AD が、いや、お前、相手渡辺だからいけるだろ、みたいな指示を出してるんよね。もしかしたらレイカーズの中で、渡辺はミスマッチだっていう扱いをされてるような気もするんよ。もちろん、ただ単純に、このポジションお前適当に攻めていいよ、みたいなパターンもあるとは思うんだけど、AD にどうぞ攻めてって言われてる渡辺のディフェンス力っていうのは、レイカーズからするとあんまりないっていう判断をされてるのかもしれない。で、実際にプレシーズンなのにもかかわらず、相手が渡辺であることを見るや否や、レブロンは積極的に1対1仕掛けまくってたんだよね。さっきの AD だけではなく、このレブロン・ジェームズも、渡辺ミスマッチや、よし、レックスルーで、レックだけでこんなに下がってくれた、じゃあステップバック打てるわっていうね。
まあ、これもだからチェックしてるから0点ではないよ。こんだけチェックしてるから0点ではもちろんないんだけど、100点でもないんだよね。だから50点のディフェンスを常にしてるような感じで、これを60点70点80点って、まあ、上げていくのが渡辺の課題かな。だからこのトランジションの時も、あ、渡辺だ、ミスマッチレッグで、さっきもすごい下がったけど、今回もこのレッグ一発でこんなにギャップができた。あとはまあ打てばまあ入るよねっていう。でまあピックアンドロール、まあこれはまあまあまあおまけぐらいかな。で問題はこれやね、これは止めてほしかったな。相手がキャムレディッシュっていうのもあるし、まあなんて言うんだろう、レブロン・ジェームズだったらまあ相手が悪すぎるよねって言いたいんだけど、それを言うためにもキャム・レディッシュの時は止めてほしいよね。キャム・レディッシュ止めれてて、レブロン・ジェームズ止めれませんだったら、相手がレブロンだからしょうがないよねって言えるんだけど、キャム・レディッシュにもやられ、こうやってやられてしまうと、レブロンだからっていう言い訳ができなくなってしまうので、別にキャム・レディッシュもめちゃくちゃうまいんだけどね。めちゃくちゃうまいんだけど、まあやっぱ50点、このプレーに関しては30点ぐらいでしたね。がっつり抜かれてしまったので。渡辺のリリース速度についてはもう話しましたか？いや、まだ話してないですね。じゃあちょっと渡辺の、ネガキャンになってしまったので、ちゃんと良さもアピールできてたよっていう話をちょっと次はしたいと思います。そう、今話に出たけどリリースの速さですね。渡辺、ここにいますね。レブロン・ジェームズに疲れてて、エリック・ゴードンからパスが来た時のこのリリースの速さが、うわ、まあネッツにいた時から結構ものにしてはいたけど、さらに精度が上がってきたのかなっていう気はしますね。まあこのシュートに関しては2分の1だったかな。この KD からパスが来た時も、この速度の、スリーを打ってましたね。まあ、これは外れてしまったけど。で、なんでこんなに早くじゃあ渡辺スリー打てるのかって言ったら、まあ、いわゆるこうディップをしないっていうね。本来、おへその位置までボールを下げるのが普通なんだけど、これもらったらね。もらったら本来おへその位置までボールを下げるんだけど、そうするとやっぱりモーションが遅くなってしまうから、これジョー・イングルスとかもよくやるんだけど、下ろさずにこのもらった位置の場所からあとは上に上げるだけ。そうすることでワンモーション、スピードを速くすることができるっていう。でこれバスケットやってる人なら分かると思うんだけど、これめちゃくちゃむずいよな。これなんか簡単にめっちゃやってんだけど、俺には無理ですね。俺も十何年バスケットしてるけど、ノーディップでスリー打つっていうことだけはもうなんか諦めたわ。身長低いから当然早めにスリー打たなきゃいけないんだけど、ただ俺にはちょっと難しすぎて諦めた。もうだったら打たないっていう選択するわと思って、打たずにドライブしようっていう。ただスポットシューターからするとやっぱこういうプレーは必須ですよね。いや、そう、これマジむずいよな。そう、ノーディップマジむずいよ。要はあんな簡単にやれるわって思いますね。